こんにちは、川瀬です。今日は大阪の TV スクエアに来ました。ルベルさんからね、シンガポールの美容師さんに向けてカットの講習をしたいなと思います。まあ、いつも通りこうカットの動画も一緒に撮るんで、そっちも合わせてぜひ見てください。じゃあ行きましょう。Now let's move on to the cutting seminar. First, let me introduce the hairdresser of today. Nice to meet you. Nice to meet you. I'm Kensuke Kawase. I'm hairstylist at the Shinsaibashi Osaka. I'm very, very honored.To see you today. Today I show you cut and the styling technique. I cut her hair just now. よし。はい。じゃあちょっと待って。切りたいと思います。So I would like to start cutting her hair. 髪が伸びてきて、ウェイト、ボリュームがすごいこう下の方にあるんで、今日はグラデーションのカットで、まあ、襟足をこうキュッと引き締めてね、こうメリハリのあるこうバランスのいいねショートボブにカットしたいと思います。じゃあ行きます。じゃあまずねバックからいきますね。センターで分けます。ここでセクション取ります。でまあ、彼女ねこう襟足に癖があって。こう浮くんでね、乾くと浮いてくるんで、なので、引っ張らないでこうナチュラルダウンの状態でアウトラインをカットしていきますね。まっすぐ、これ乾くとすごい上がって短くなるんで慎重に切ります。特にねこっちが上がります。これがアウトラインですね。じゃあ次この骨の出っ張ってるところで前下がりのセクションを取ります。じゃあここはね引き締めたいんで45度リフトさせてください。じゃあこのスライスと平行にカットします。じゃあ逆サイドいきます。45度リフト、はい、でこのスライスと平行にカットします。切れたら両サイドチェックします。長さウェイトが一緒だったらOK、です。じゃあ次も2センチぐらいのセクションで進んでいきます。今度はさっき切ったところ45度に戻ります。ここに集めます。で後で髪が馴染みやすいようにギザギザにカットしていきますね。これで襟足がキュッと、ね、引き締まって、はい、同じ位置でカットします。この時ね後ろに引いてください。オーバーダイレクションって言ったら分かるかな。逆サイドも一緒です。同じ位置 でこっち切るときはこう、ね、肘が下がってこう、ね、指がギュッて上がっちゃうんでこれ気をつけて。そうです、こう指先をしっかり下げてね。でまたチェックします。じゃあ同じように2センチのセクションを取ります。これ耳の付け根までね。ここも一番最初に持ち上げて切ったところで同じ位置でカットします。少し前下がりになるようにねカットしてください。こんなシルエット、はい、じゃあ逆サイドもね同じように切っていきます。しっかり肘を上げてギザギザにねカットしていきます。次はまた2センチのセクション取るんですけど、このままサイドまで一気にいきましょう。ちょうどテンプルのあたりまでね、こうねこんな感じ、like this.じゃあバックからね行きます。ここをね45度に持ち上げなかったらサイドがねすごく重くなるんで、ここにしっかりこう丸みのあるウェイトを作るんですけど、サイドはこうタイトにシャープに仕上げたいんで、もう一回こうリフトさせる、はい、後ろに引いてオーバーダイレクションして、じゃあこれと平行のセクションをまた取ります。ね、ここは逆にこうしっかり肘をこう顎に向けるようなこうならないように ねバックにこう丸いボリューム感と、まあ、襟足がキュッと引き締まったね。じゃあ同様に45度持ち上げて前下がりにカットしていきます。左サイドラストですね。水平まで45度じゃなくて水平まで持ち上げて、はい、水平に持ち上げてカットしていきます。どうですか、こめかみに向かって前下がりのセクションを取ります。はい、
じゃあガイドに合わせて。So along the guide。はい。ここはね、45度持ち上げてください、ね。So、後ろに引いてオーバーダイレクションかけながら前下がりのねラインを作っていきます。And the line should actually fall longer in front。この時は逆に肘をしっかり上げて肘がこう下がらないようにね、気をつけて。はい、これで一回このサイドの長さをね、チェックします。ね、乾いてきたら濡らしましょうね。45度リフトです。45度リフトね。ガイドに合わせて。はい、肘を上げて。And lifting your elbow. はい、後ろに引いて、ここは水平に持ち上げて、45度水平に持ち上げて、はい、カットします。よいしょ。この時も後ろに引いてね。And also at this point, please over direct backwards.サイドに流したり、もちろんこうかき上げたりね、どっちでもできる長さにしようと思います。パートの位置にね、三角ベース取ります。左に流したいんで、こっちが短くて、こっちが長くなるようにね。Which means shorter on the left and longer on the right.三角ベースを広げます。水平に持ち上げてさっきのガイドにして、で同じ位置から三角ベースを広げて、で一緒ですね、ガイドに合わせてカットです。じゃあこれでねブラントのカットはできたんで、今からねセニングで毛量を減らしていきます。じゃあトップからいきますね、3分の1からね。はいはい、同じように進んでいきます。 In the same way, work through the hair. センターからね、毛先3分の1に、so one third of the hair. はい、線ね、トップから放射状のスライス取って、so. 毛先3分の1をセニングカットしていきます。何パーセントぐらいの刺入カットしますかという。これはね 25% ぐらいですね。 25%、はい、でこれね、特にボフスタイルは耳の後ろ、耳にかけるじゃないですか、耳の後ろに重さがたまるんで、耳の後ろはね中間真ん中から多めに毛量を取っていきます。ここはねこう頭の丸みを作る位置なんで、セニングもねこうグラデーションの角度で入れてください。真ん中から From the middle?こうじゃなくて、こうね、これはダメですね。こうですね。じゃあどんどんいきますね。よいしょ。日本人は後頭部が膨らんでない人がめっちゃ多いんですけど、だからここの丸みがすごい大事ですね。襟足の部分ね、ここ今からセニングカットします。場所によってこう毛量が薄いところと重たいところがあるんで、目でしっかり見ながら必要なところに必要なだけ入れていきます。特に毛量の多い部分を集中的にアウトラインに軽さを出していきます。徐々に徐々に減らしていきます。特に耳の後ろは重く残りやすいんで、追加でセニングを入れていきます。あとはね、乾かしてから。じゃあこの襟足をね、もう少しこう軽いイメージね、となじませていきますね。ドライカットで。ここのね、丸みが大事なんで、この下、この下をね、ちょっとなじませていきますね。重さの溜まってる部分に縦にね、シザーを入れて、軽さを出しながらカットラインをね、なじませていきます。耳の後ろもね、ここがね重く残るんで、深くシザーを入れていきます。はい、耳後ろね、で耳の上も、ここもね耳にかける時がある毛なんで、毛量をしっかり落としておきましょう。じゃあこのサイドをねチェックカットします。前方にシェイプして、この時ねこう持ち上げないで押し出すようにシェイプします。
じゃあアウトラインに縦にシズアを入れて毛先をね軽くしていきましょう。でこのフェイスラインね、バングからフェイスラインをつないでいきます。ノーテンションで優しく落としてシズアを滑らすようになじませます。じゃあねサイドをねもう少しこう軽くタイトにしたので、このドライカット用のハサミでこうスライドカットしていきます。毛量をこう削り取っていくようなイメージで優しく優しく削り取っていきましょうね。ここにね重さが絶対残るんで、ここをこうすくって深く縦にシザーを入れて、これしとくとね伸びた時にねなかなか重くなりにくいんで、すくってこれねこの重さ、これコームですくいます。ここに縦に深くこうしとくと、あのヘアスタイルのシルエットがねあの長持ちするんでね、ここがねまだ重たいんで耳の上ねスライドカットして軽さをね出していきましょう。これで襟足がキュッと引き締まって後頭部にしっかりこうボリュームが出た、結構耳にかけてもタイトにね収まるように。じゃあ逆サイドもいきますね。じゃあまずサイドをねチェックカットしていきます。この時ね持ち上げないようにね気をつけて、はい、この余分な髪をカットします。すると横のラインがシャープに、じゃあ重さが残ってるんで一緒です。縦に軽さをね出していきます。耳の上、特にこっちヘビーサイドなんで、あのライトサイドよりもねさらに重く残るんで、しっかりと毛量を落としていきます。で耳の後ろもね、襟足さっきと一緒ですね、縦にシザーを入れて毛量を取りながらなじませていきます。からまたスライドカットをちょっとしていきます。優しく滑らせるようにね。耳の後ろもね、特にここは重さが残るんで、でセーニングで毛先を細くしていきます。じゃあこのバックのアウトラインね、こっちはね浮くし毛量もこっちの方が多いんで、アウトラインがねこっち側のサイドと合わさるように毛量をね取っていきます。じゃあこのまだ重さが残ってる襟足の部分ね、この部分ね、ここじゃあすくって深く縦にシザーを入れてボリュームを取っていきます。もう一段ここね、はい、すくって深く、耳の後ろも深く入れます。これで襟足がタイトに仕上がりました。最後ねスライドで毛先の質感を作っていきます。じゃあこの顔の周り、ここを前髪からね、モイのバーム使います。じゃあね、全体になじませます。じゃあ
次のモデルさん。Next, I'd like to ask the second model to come over. じゃあこのカールアイロンで160度ぐらい。じゃあまずこの襟足のね部分からいきます。持ち上げて毛先をね外巻きに巻きます。バックセンターを今度は内側に巻きます。毛先だけでいいですよ。全部同じに巻くとね全部同じ動きになっちゃうんで、逆に巻いて髪が動くように持ち上げて逆巻きに巻いていきます。毛先だけでいいですよ、ね、ここは内巻きで内側にね持ち上げて内側持ち上げて内側にね。後ろはじゃあさっきと一緒です。持ち上げて逆巻きね。カールがついたらその上を今度内巻きに巻きます。で毛先だけ巻けたら表面はねルーズなウェーブを作っていこうと思います。まずフェイスラインね、はい、持ち上げてスパイラル状に巻いていってください。ですぐ外す。こう緩いウェーブを作りますね。クリクリに巻くとねなんかかっこ悪くなっちゃうので巻いたら外します。これを交互にやっていきます。外して外して、はい、ヘアオイル使います。この産毛をねこう優しく顔にかけて、その方がこうなんかね色っぽく見えますよね。今日はシンガポールのね美容師さんに向けてカットとスタイリングのセミナーをさせてもらいました。モデルはねいつも来てくれてるリリアちゃんとメルちゃんに来てもらってカットとスタイリングとやりましたんで、またいろいろコメントください。今日はありがとうございました。